朝、爽やかに晴れ渡った気持ちのいい朝。私の目覚めの気分はこの天気のように晴れ渡っているとは言えない。というのも、昨夜外で不審極まる物音が聞こえたからだ。モーターが回転するような低い音、小さな爆発音、何かが壊れるような音、聞き覚えのある悲鳴。慌てて暗闇に飛び出すのも危険だし、火の気がないことだけ確かめてベッドに戻ったが、当然よくは眠れなかった。幸い、いいえ、残念ながらいつものことなので犯人の見当はついている。そして間もなく犯人はこの部屋にやってくる。その時、責任という言葉の意味を思い知ることになるだろう。